伊勢のね、バーバンザイ、りくんです。というわけで、僕が一人ってことはサムネタイトル見たら分かると思うんですけど、ドッキリ企画となっております。マジでね、僕の喋りなんて需要がほんとどこにもないので企画だって言っちゃうんですけど、カラオケ本人登場ドッキリまあ、というわけでね、まだご本人さん来てないんですけれども、本当にね、見てる皆さんは多分サムネタイトルにもう書いてあるので、誰が来るかとどういう歌を歌っていただければ分かると思うんですけれども、今はみんなは他の撮影にちょっと行ってまして、僕だけ先にちょっとカラオケ来てるんですけども、カラオケやるから来てだけ行ってあります。まあ、この時点で大体まあ察しはつくと思うんですね。もう4回目、ゆうりさん、ナオトインティライミさん、アタダヨさん、4回目なので、さすがにまあ察しもつくかなとも思いつつ、まあ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 、まあ、そもそもこれはドッキリってよりも誰が来るかの方がやっぱ楽しみなんで、というわけで一旦ね、今回のゲストの方、待ちましょう。というわけで本日のゲスト、ノーベルブライト竹中雄大さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。竹中雄大です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回来ていただいて、こちらこそです。ちなみにバンバンザイとか見たことってあります、はい、もう存じてます。あ、本当ですか。ちょうど最近ギシ君フリースタイルやってるやつ、あ、ちょっと叩かれたやつですね、はい、僕は何も言わない結構、はい、フリースタイルとか身分好きなの。結構フリースタイル好きで。あ、そうなんですか。よく昔から。へぇ、ちなみに YouTube とか TikTok 結構見られるんですか。あ、ぼちぼち。あ、そうなんですか。 TikTok は結構見ますね。へぇ、 YouTube はまあまあ。結構ドッキリ企画とかって、はい、仕掛ける側ってあるんですか、はい、ご経験とか。いや、全然ないっすね。結構僕が今緊張してるんですけど、はい、ドッキリ仕掛ける側って緊張されませんか。いや、ね、どうなんですかねあんまりね、経験があんまないんで、まあでもちょっと頑張りたいですね。踊りもやるように頑張ります。はい、そろそろ頑張って来ると思うので、はい、準備しながら、はい、待ちたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。あれ持っとるわ、ボックス。今日は100点取れるまで帰れませんですか。うん、85点取れるまで帰れます。80点以下いいですか、皆さん準備は。恋愛ヒットソングで98点取れるまで帰れませんもうさ、やめな、ほんとに。逆に今日、1曲、1番以外も歌えるの。1番ですね。ほら、ほら、おかしい何も、今日頑張ろうねって言ったら、やっぱさ、ちーちゃんもさ、りっくんもさ、こういう企画の時、おかしくなってんだよ。いや、そうなんだよ。変なんだよまあ、今日は言葉通り、恋愛ヒットソングここにボックス用意しますんで、出た曲を98で目指して頑張ろうという。じゃあ好きなより弾いてもいい？ボックス。僕が。そうだよね。早速ですが、もう。早速行くの？オープニング。じゃあさ、バンバンだけやっとこうじゃん。やっとこう。はい、もうカメラ慣れても遠いもん。え？一斉のでバンバンザイ。ギシです。ミユです。ザです。はい。98点。はい。恋愛ヒットソング。シバリですね。ね。はい。歌える自信があるやつだけ歌いたいからな。私もそれですね。まあ、98点ってね、めっちゃ難しいよね。え、80点かじゃないのって言うの。98点、何を聞いてた。98点を取るまでも帰れませんです。あ、はいはい。そうよ、そうそうそう。飲み物とか、どうしてもいいですか。もちろんもちろんもちろん。一旦飲み物とかどうでも良さそうにしてるからね。そうそうしてる。じゃあドッキリグランプリ出てみたいな。毎日かそんなもんじゃあ皆さん飲み物もゲットしたということで。もし見られてるとしたらどこから見られてんだろうと思って。今ちょっとアングリ気にしてます。俺はそれをずっと気にしてて、それはないから。え、怖くて進めない前に。え、ちょっと待って、本当になんか怖い今回のこの空気感。やる？やるか。だっけ、一旦ちょっとおしゃべりを軽くしましょうかね。はい、はい、まだついてないの。そうだよ、ウィンしてさ、一回リラックスしようや、3人で。緊張とこう。え、なんか本当にすぐ緊張しろ。最初、じゃんけんぽん、せーの、ウィーン、ウィーン。こんなじゃんけん初めて見たわ。ウィーンって言って。はい、はい、じゃあ山岸亮太くんから怖い発想ですが、見ていきます。はい、見ます。1曲目、ドン、広いバックナンバー。あー、はいはいはい。君の毎日に僕は似合わないかな。白い空から雪が落ちた。別にいいさと吐き出したため息が少し残って寂
消しそうに消えた転びそうになって何点なんでしょうか。72点。1番だもん、そりゃそうやろ。いいやんか。もっと笑いしてくれよ。緊張とかしてあげようと思う。目流したテレビの音をためてしまった洗濯物は今日こそ。まさかのまさかここで来る。晴れでも会えて外には出ないでよ。お前間違えたんだ。晴れ雨さんと歩こうで乾杯の仕事。はいはい。82.235点。続きまして、バックナンバー高嶺の花子さん。はい。歌いますか？歌ったよね、一回。歌った。でもちょっと低いのよ。ね、うん、それで。バックナンバーさん来たら死ぬんだけど。え、そんなふうして大丈夫？本当に死ぬの。本当にじゃあどうすんの？うん、あ、死ななかった時どうするってこと？そこに興味持つ。マジ最後は死なないで。違ったか。でも変な緊張しすぎて、ゆうりさんの時みたいになってる。お、高いよ。お、なんと 82.749。 来なかったけど。これさ、なんだかんだ来ないドッキリじゃないの。いや、実はその結果おめでとうございます。おめでとうございます。すごい。トリップでどう注文する。確かに。もこみちさん来たらどうしよう。いいじゃん、宿くみたいな。以上で。やっぱあんたがね、今日。はい。私の知らない人がいる。これがドッキリかもしれない。怖い。もう怖い、この人。姉ちゃんって宿借りみたいやでって気になった。あ、確かに。なんでなんで確かに。というわけで、みゆちゃん宿借りドッキリでした。ナイス宿借り。ナイス宿借りって何？くだらないことで笑って何気ないか言われないって出来事にしおりを挟んで来たらって考えたらめっちゃ緊張せん。ね、めっちゃ可愛い顔で歌ったかもやつだって。泣きそうやな。
いや誰だよってならんか不安やな、マジで。か知ってても別に求められてないっていう、気を使われるみたいな。触れちゃいたいのにずっと傷つけられてばっかだ。どうしようマジで、うわー不安やわ、めっちゃ不安。もうでもさ、初めてじゃないこんなに来ないの。愛とか恋とかノーベルブライトさん、一瞬聞いていい？声高すぎてやばい。こんなにも愛とか恋とか、もう本当にちょっとご愛嬌、ご愛嬌にしてください。ご愛嬌にします。ご愛嬌でお願いします。さあ、いやー怖っマジで。あなたを
さっきまで緊張してたけど来てくれた瞬間催眠術かかってた。今日どういう風なの。いやマジでね、どうやってね出ようかなってシンプルに歌うのか、もう物理的に脅かしに行くのか、どっちか。じゃあいろんなこと考えてくれたですね。いやしかもなんかこうモニタリングしながらみたいなのもやったことなかったんで、ちょっと面白かったですね。はじめジャンケンしてたじゃないですか。はいはい、いいじゃん。ちょっと見たことないジャンケンやなと思って。じゃあ俺らジャンケンで誰か勝ったらもう一曲歌ってもらえるんですか。じゃあはい、それでいきましょう。はい、それでいきましょう。いいですか。じゃあいきます。最初はウィーン、ジャンケンホイ、ウィーン、ウィーン、歌ってもらえますか。そうですね。はい。そうですね。はい。今までしたじゃんけんで一番長かったかもしれない。俺歌ってほしいよね。もう私確かに疑います。ちょっとじゃあ。そうそう。じゃあ行きます。はい、お願いします。行きます。自分の歌なはずやのに、やっぱカラオケ来たら画面見ちゃうっすね。歌詞分かるはずやのに。色で聴いてんのやばいね。本当に言うよね。いやいや、もうこちらこそありがとうございます。ありがとうございます。どう本人どうぞ、どっちがノーベルぐらい竹中雄大。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ただこの後竹中さん側のチャンネルでも僕ちょっとね、細々とやってまして、はい、YouTube 実はなので、ちょっとだけ失礼させていただきます。ちょっとだけ、はい、ぜひお願いします。はい、お願いします。バンバンザイをバンザイさせるまで帰れません。ちょっとやろうかなと。どうなん全然する、はい、どうなん冗談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 。はい、ということでですね、僕たちね、雄大さんのあのチャンネルでもね、出てるので、ぜひチェックをお願いします。いつから友達の雄大さんのね、チャンネル全然雄大、雄大、ありがとうございます。雄大で呼んでください。じゃあ概要欄に貼ってますんで、ぜひチェックお願いします。お願いします。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。